FC まわりのかなえがいかないと皆さんこんばんは FC まわりのかなえがいかないとパーソナリティのかなえ良一です この番組は今治市に本拠地を置く福島まりの金井が楽しく選手を交えながらお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております前回は高瀬選手、松井選手に出ていただきましたいやー、初う々いういしかったですね18ですよ僕,僕の半分ですわ、生きてんのもう彼の、ね、熱い思いだったりとか あの高校生活だったりとかあの普段ねプレー以外のところの、えー、声をね聞けてあのとても僕も楽しく、えー、させていただきましたありがとうございますさてね今回もゲスト交えて放送していきます今回はこの方々に出ていただきます背番号5番安藤智也選手ですお願いします安藤ですよろしくお願いしますお願いします そういうなんか番組とかはある?。一切ないです。あ、<laughs> 一切ない。はい、でも興味は?。あります。あんのかい。<laughs> あります。あるんですね。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いて背番号19番島村拓哉選手です。お願いします。お願いします。ラジオは経験は?。は一回だけあります。あ、好き。 好きですね。<laughs> 好きな。ここ二人好きな。<laughs> 大好きですね。大、え大ついてのまた経験したことないの。もう大ついてるやん。でもこれちょっとね、あのいかなの皆さんあれなんですけど、俺初めてなのに今日ね、あのみんなからなんて呼ばれてて、俺なんて呼んだ絵とかある？安藤選手は。当すか。うん。俺がなんて呼んだらいい？ドゥですね。ドゥーな。分かった。えみんなからなんて呼ばれてるの？ とかもういろいろですねアンドゥとかあっいっぱいあんのいや二個ぐらいですかね2個かい2個いドゥねオッケーじゃあ島村選手はあだ名とかこれはタクとかですかねタクやとかまあシンプルにじゃ俺は島とかもあんのやりそうそややこいな俺どれで読んだよねんどれでももう好きなようにやる気がするじゃ村ではい新しいやつ間抜いていくわ俺

普段一緒緒にに飯食ったたりとかも一一んのはい<あ>行きましたね、はい、一番最初にあそうなんや、まあ、今治に来てお互い、まあ、今治の町をなれる前に、まあ、二人でコミュニケーション、まあ、同い年だったらさしゃべるなきっかけはなんか最初どっちが話しかけたとか覚えてるの俺ちゃうタクだねあそうロ,ロカルーム横なんであそうなんや、はい、なんて声かけたか覚えてるの声かけられたもん練習中じゃない練習中に<俺>お前 ああ、それ恥ずかしくて、なんかロッカーでは話しかけれへんくて。そう、練習中ですわ。そう、練習中になんかさらっと話しかけて、そこからもうちょっと。

え他同い年っていい日のか新家連決まったんなそうっすそこ一緒なんや三人で2人でメシどこ行ったんわあの虹色も行ってあ虹色行ったなあとイオンのフードコートであともう1個行かんかったっけ結構行ってるやんああそうそうそうそこ行った今まで実家 僕は実家で。実家ない、じゃもうメ飯も。親が作ってくれるんでじゃ作ったこともない。ないですね。ほぼゼロに近いですね。あ、で、こっち来て。は作るようになったん。はい。作ってるの、ちゃんと。頑張ってます。一応。ちゃんと栄養素。水に入るんですかね。冬ぐらい。ちゃんとフライパン、野菜切ったりとかすんの。いや、野菜は切られてるやつ。ああ、なるほど。購入。で、肉ぶ、ぶっこんで。なるほど、なるほど。タクは。僕も、まあ、ちょっと。 ちょいちょい自炊はやってますね。今までは。今までは、まあ、岐阜の時に。一人暮らしやってたんで。はい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 。まあ、その時に、ちょっとやってたぐらいですね。なるほどね。はい。まあ、飯、まあ、これからやな。まあ、でも、どう練習始まって、もう二週間ぐらい経つのかな。はい。慣れた。もう、だいぶ。あ、ほんま。まあ、こう。いや、お前、怪我して。たお前、慣れたとかちゃうやろ。最近、復帰してきそう。はい、はい。 ロッカールームはもうにぎやかっすね。いやが。こっち若いんで。あ、そうか、そうか、そうか。そのにぎわい作ってるの、誰が作ってるの、ドゥが作ってるの。いや、ドゥを作ってます。はんちょ作っての。でも最初さ、ほんまにシーンとしてたけど、ハンチョルさん来て、なんか爆音のスピーカーで。流すから、そこでな、うるさすぎるぐらい。やばいよな。うるさい、言えた。いや、言えないです。でもあれでな、だいぶにぎやかだったの。あ、そう。え、ドゥ。 ドゥーはなんかこんな感じだったらチーム内でもどうなったかいじられたりしいやだいぶ結構いじられキャラじゃうあもともといじられキャラいやいじるキャラっすねいやもうやばいっすよ結構だって今年高卒入ってきた1年目とかに普通にちょいちょいためごとかで言われてたりやばいっすねあの二人あの2人やばいちょっと締めないと 早すぎます。早いな、ちょっとな。早いっすよ。それもだから、先輩からもドゥがいじられるから、それを見て、若い、いつも、もう、もうドゥはいけるんやみたいな、思われてんの。多分思われてるっすね。あ、そう。でも、それいじられて、どうする、美味しいなと思う。いや、うん。ちょい美味しいぐらい。ちょい。先輩に。結構。い、じりえぐいよね。後輩。でも。俺、そこまで、あの、ロッカールームでしか見てないか、わかんないけど。でも、す。あれ、そうなんじゃ。 そう思うってことはちょっともう2週間でちょっとへこんでるやんやばいっすだいぶ上談やでなそれ1年間耐えれるその後輩からのいじりいや1回締めようかななんていじられるのなんかとしきくんがとしきくんっていうか東野選手が「なんか僕の部屋が臭い」みたいなお前それ言っちゃうんやん「の部屋が臭い」って言われんねや冗談で言ったかもしれないですけどそれ言ってから そのもうドゥの103やろみたいなのを若手2人が言れてくんねやそっからやばいですめちゃくちゃいじられるやん先輩もいじられるの先輩はあそうでもないまだ絡んでもらってないもうんかもう無視されてるとかじゃないいやどうなん俺あんま練習中とかわかんないけどロッカールームとかでも浩大君とかいじられてない え、広大の方が上な年1個上ですね広大君がそうなんや滉大がちょっと先輩ずらしくんのだいぶしてます面白いですマジ広大ほら面白いですね優しいし優しいし絡みやすいっすねああまあそうかもねなるほどなるほどなんとなくキャラ掴んできたわでもタタクとかはあんましゃべるキャラじゃないかなと思って結構しゃべれな普段はどんな感じないプレーの時とかさ 俺も一回だけ愛媛 FC の試合見させてもらったんやけどなんかこう黙々とするタイプかなと思ってプレーはそうかもしれないけどプレー中は多分黙々とやるタイプでプライベートはちょけますよちょけるいけるえっ、たぶ出身どこやったっけ出身は岡山あ岡山ね。で、そこからユースとかは京都行ってそうですね、そうかそうか京都行ってドゥは愛知やったっけ いや今治ここ <laughs> <laughs> 一ついちゃうやんもう<や>今<は>去年まであ去年まで <laughs> 去年まです,よすごいボケるやんで <laughs> もガチでボケてきてんのか本末、ま、もうすー出てんのかおなるほどなるほどあり,ありがとうなんかちょっといろいろね質問いろいろ来ててちょっとまずあのラジオネームペコさんありがとうございますあのようこそ今治へ、えー、早くピッチのプレーが見たいですと。 2>, えー、2人に FC まりに入ったなんか決めてみたいな<ー>きっかけは多分ねあのオファーだったりとかあったと思うんだけどなんか決めてみたいなのあるありますか自分は練習参加の時にやっぱりスタッフと選手との距離感が近くていい関係築けてるチームだなと思ってでまたコミュニケーションも大事にしてて、まあ、自分コミュニケーションのとこちょっと。

ちょっとこんんでるラジオ大丈夫のハハハあ、そういうのが課題やったからんかそこを克服もできるかもしれんしってことなるほどなるほどた将来性あってああチームがはい自分もそういうのに乗っかっていくみたいな一員になりたいなと思ってなるほどなるほどは僕はまあ去年対戦した時あ強いチームだし結構強いチームだし いいサッカーしてるなっていう印象もあって、まあプラスなんかやっぱりその選手とスタッフとかその監督そのチーム全体がなんか点を決めたら全員で喜ぶとかはい、はい、そうね、うん、そういうのがまあ非常になんかいいなって思ったのがあったですね。えー、プレイをひたすら黙々とするのに、はい、そういういやでもやっぱり点とか決めたら、うん。 んか喜んでほしいじゃないですかまあそうねんかわあってそういうのってんかいいなって思いました醐ご味やもんなはい。やっぱそうるところにねお客さんも選手もそれを目指してやってるわけやからそういうのをみんなで喜ぶっていうのはすごいいいことそういうところに惹かれたんやそうっすねんか真面目なコメントやな多分もなええねんええねんえねんてええねんてええねんええねんてええねんえええねえねてえんてええうんてねてええねんてええね じゃあちょっとね質問まだありますけれどもまずは Do かなはい Do があの曲選んでくれたんであの Do からタイトルコールお願いしますタイトルコールですか <laughs> いける降りようか <laughs> お願いします英語苦手です o o c l o c k スタンドアップ <laughs> スタンドアウトちょけいちょけすぎや <laughs> <laughs> はい。 ワンオークロックのスタンドアウトフィットインでした。で、これ選んだ曲のなんか理由みたいなあるうん。リズムがいいですね。<laughs> シンプルに、ね。シンプルに。で、ニヤニヤして言うてんの。<laughs> 好きですもん。あ,あ、好き。リズム良くて、まあ。ああテンション上がってくる曲なんで。ああよく練習前とかも。あ,あ、練習前聞くんです。はい あの試合前ですかね <laughs> 聞くんや、はい、まあ練習前とかやったらあのハンチョルさんが専業してるんで <laughs> いけないいけない、はい、自分の曲入ってこへん、はい、なるほどねまあモチベーション上がる曲としてこれを試合前とか練習前とか聞いてんやそうですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございますじゃあちょっとあの質問いくつかまだまだ来てるんであの質問いきたいと思います、えー、ラジオネーム シチ,ューシチューにブロッコリーさんありがとうございます。くせつよ。くせ選手、アンドゥー選手、ようこそ今治へ。アンドゥです。アンドゥが、ね、入ってるよ、もう。早いですね <laughs>、うん。今治についてまず行ったところはどこですか <laughs> ?FC 今治で仲良くなった選手はいますかサッカーフェスティバルの時の拓く選手の動きがすごく良かったです。でね、アンドゥー選手も見たかった。 金井さんの解説があってとても楽しく見れました今シーズン活躍楽しみにしていますじゃあちょっとあの今治についてまず行ったところどこですかっていうのはドゥは行ったとこっすかタクトは虹色食堂行ってああそればっかりあっいよ水軍にもあ行ったはい食べ行きましたあご飯好きなんでご飯がすごい美味しくて今治あほんまはい 美味しいよね全然愛知と違う愛知と違いますアイ実っよくないですけど美味しいよねでも今までねなるほどなるほどクは行ったところまず行ったところはニトリっすねまあ揃えなあかんからなまずはねもろもろじゃあもう部屋の中もほぼニトリそうですねほぼニトリっすね大事大事大事よほんまマジででも ここも行ってないですね観光まだだからこれから行ってみたいですけどそういうの好きな観光したりとかいや全く誰が言ってんそれんかそうなじゃ普段は例えば京都とか大阪大阪岐阜とか住んでる時とかんかどっか遊びたりしたりは大阪の時はまあちょくちょくは出かけてましたねやっぱ結構遊ぶとこいっぱいあるんでさらにご飯とかってこと そうですね。ご飯食べ行ったり友達とて感じですね。USJ 行ったりとか。あ、USJ も行きました。あ、行った。はど、どいとんなんやろ。US、USJ とんなんやろ。あります。あるあります。ある。あるんです。ゲート入れるか。ね。高さ、高さ制限なかったっけ。入りました。じゃあもう入れ入場でアウトやも。そうっすね。FC 周りで仲良くなった選手いますかっていうのは、タクは？ 僕はまあ安藤選手とか、まあ、は仲いいし<ー>。大台君とかは、やっぱ結構話に自分から行きますね。<あ>話しやすいから、なんか自分から話しに行こうって思いますね。あ、ほんま、面白いし。話したいなって思います。こう <laughs> 喜んでるわ。はい、あ、そうですね。まだ。でも、そんぐらいですかね。でも、み、みんな、でも、やっぱり結構フレンドリーで。すごい。 溶け込みやすいベテランの選手とかも若手、俺たちみたいな俺たちみたいなじゃないけど若い選手たちにやりやすい環境とかを作ってくれているのでそこはありがたいなって思いますね。なるほどでは、仲いい選手はタク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 トウヤ選手とか新加入選手は一番最初に仲良くなりました。 で若手2人にはちょっとまだ今ね <laughs> もう締めに行かなきゃ <laughs> 締めに行かないといけないですね <laughs> <laughs> ありがとうございます、はい、じゃあ続いてねタクにもあの曲選んできてもらったんで、はい、タクからあのタイトルコールをお願いしていいですかえっと「空音のハグで」でお願いしますはい「空音のハグ」でしたたクこれ選んだ理由は これ選んだ理由は、まあ、僕は結構スロージャムっていうか、なんか、ゆっくりした曲みたいなのが好きで。うん、この曲はもうずっと去年からずっと、一年間ずっと聞いてた曲なんで。<ー>まあ、練習の行き帰りとかは。絶対この曲は聞いて帰って。マジ?はい。そうなんすごい好きな曲ですね。はい。それ、な、などう?。他にもいろいろある中で、これを選んだのは。もうシンプルによく聞くからすね<お>。<laughs> ああ、そういうことね。<laughs> はい。 あのモチベーション上がったりもしてんのよ。あ、モチベーションが上がった別です、ね。<laughs> これは、これはでももうすごい。いい感じになるあ。なるほど。ありがとうございます。じゃ、ちょっと質問まだ来てるんでね。あの、読ませていただきます。ラジオネーム、お豆腐メンタルさん。ありがとうございます。島村選手、安藤選手に質問です。 自分のここだけはチームメイトに負けないと思うところは何ですかじゃあ、どう,いうからいっか。いや、もう、見ての通り、はいはい、見ての通り、慎重ですね。<laughs> もう、ずば抜けて、負けないっていうか、もう負けてないもんな、負けてないっす、ね。もうここからはもうだってあの、抜かれることないもんな、それでうそうですね。え、やっぱ一番でかいっけ一番でかいっす。え何センチ ?180. 190あんねや<か>でっかだからかさっきなんか入り口なんかちょっとへこんでたもん天井へ、ね、ディンしそうでしたねい。えー、なんかせいが身長高くて、はい

負けないいっていうか負けたくないっていうところは、うん、ドリブルっすねうん、うん、ドリブルからの突破とかそういうチャンスメイクとかは負けたくないすね、うん、そうねこの前、俺初めて練習も試合も含めて愛媛 f c のゲームを見たけど、はいね、やっぱそ,そんな感じやね俺が偉そうに評価できるような感じじゃないけどボール持ち方もそうやしなんか自分で運べるのはすごい、ねはい、魅力的やったし。あの YouTube のねあのコメントでもあの、はい、タグがあの面白いみたいな、はい、コメントもあったんで、Doo、ねはい、のコメントはちょっとなかったです。はい、はい、ちょっと Doo どこだ？Doo は観客です。<laughs> <laughs> <laughs> 温めてますね。あともう一個だけあの、はい、ラジオネームほうちゃんさんから、えー、今治の第一印象行ってみたいところありますか？<え>今治のまず第一印象みたいな Doo は。ドゥーは 町、ね、<え>ですか <laughs> そう今までの第一印象町の印象ああやっぱり田舎っていうやっぱりイメージですけど、まあね、はいはいはい、はい、すごい親しみやすいっていうかあっ<ー>たかい人多くてとてもいいなってなるほどなるほどは,い、はえー、第一印象っていうか来て、まあ、田舎だなと思ったんですけどうん、うん、車の運転がみんな なんか安全運転だなって思いました<ー>結構なんか大阪だったら全然入れてくれないのにここだったらなんかすぐ入れてくれたりとかそういうのはなんか人の温かいところなんだなとは思いました<ー>そうね、はあ、その辺全然違うかもしれないな、はい、なるほど行ってみたいとこは行ってみたいところはどうですかね どう行ってみたいところか一緒に行きたいところでもいいしそれが欲しいやろ行ってみたいところ一緒になどこなの島並街なみ道のんかそこんかおしゃれみたいな島ねなんか行ってたっすけどそこはちょっと気になるなと思いますぜひもう時間あったら拓とドゥ二人ではい <laughs> 行ってきます、ね、行ってきてください <laughs>、うんはいありがとうございますそろそろちょっとあのお時間となりましたちょっとまだまだいけるなっていう2人やけども、はい、もうそろそろお時間なんですがあのいかなの皆さんにお二人から一言ずつメッセージをお願いできますかーから1、はいえー、試合でも多く出場して今治の勝利に貢献できるように全身全霊で頑張るので応援よろしくお願いします。 はいありがとうございます。タッさお願いします。<laughs> えー、僕自身は、えー、しっかり試合に出て、えー、試合あの勝利のために貢献して今治の人が多くでもあの夢スタに足を運んでくれるようにあの日々の練習から頑張っていきます。ありがとうございました。はいありがとうございます。今後もあの選手交えてね楽しくラジオを進めていきたいと思いますのでぜひ来週もよろしくお願いします。えー、今回のあの 二人からの、えー、サイン色紙ですけれども、えー、ラジオネームシチューにブロッコリーさんに決まりました。おめでとうございます。次回はね、選手また追って連絡したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。した夢。 だった「場所が今日夢じゃない場所になる」「ここへ来た」「傷だらけで追いかけた」「Field of Dreams」「英語も日々じゃないそれ side